劉備殿、そして義兄弟のお二方、よくぞおいでくださった。そのご活躍や人望の厚さは聞き及んでおります。皆さんに来てもらったのは他でもない、この助手を守っていただきたいのだ。遠州の曹操が力をつけ、この助手を脅かしている。私のような老骨では守りきる自信がなくてな。刀剣殿ほどの方に請うていただけるとは恐れ多いことです。この劉玄徳、若輩ながら助手の安寧のため力を尽くしましょう。州の僕から呼び出されるとは、兄者も有名になったもんだぜ。安心しな、曹操なんざ軽くひねってやら。うん、我らの刃にて助手を乱す悪逆を一掃せん。兄者の特使、この地より世へと広めましょうぞ。目の前の困っている人々を救っていけば、いずれ必ず平穏な世を迎えるはず。雲長、翼徳、まずは助手に太平をもたらすのだ。劉備殿、いよいよ曹操がこの城へ向けて大軍勢を動かしてきた。奴らの通った後には草一本残らぬという報告だ。なんと凄まじい行軍か。妙でござるな。確かに先の戦での曹操殿の攻勢は苛烈を極めておられた。されどむやみに暴虐を振るわれる御仁ではなかったはず。その理由は分かっておる。先日曹操の父である曹数殿が助手で殺された。我が配下の手によってな。ん？じゃあ曹操にとってはおめえは父親の敵ってわけか。だが曹数殿を殺したのは私の命によるものではない。曹数殿の罪に目のくらんだ兵が勝手に起こしたものなのだ。自分らで攻め込まれる理由作ったってことかよ。そんな言い分が奴らに通じるわけはねえな。曹数殿を殺めた罪は許されるものではありません。しかしその報いとして罪なき民たちを虐げ蹂躙しんなど絶対にあってはならぬ。さよう、いかな理由があろうと義を見失いいたずらに世を脅かす輩は討ち果たしましょうぞ。おうよ、曹操なんぞに俺らは負けねえ。私が頼れるのは劉備殿たちだけだ。よろしく頼みましたぞ。曹操は血も涙もねえって噂だ。奴らに撃たれた人々の体で川がせき止められたとか。きっと俺たちも。案ずるには及ばぬ。我ら劉玄徳の軍が敵を打ち払おうぞ。お主たちは城へと向かい刀剣殿の保護を受けよ。おお、曹操が助手より撤退してゆく。劉備殿、関羽殿、張飛殿、この当教祖感謝に耐えませぬ。刀剣殿、油断はできませぬぞ。敵は我らに負けたというより、何やら急な事情が発生して撤退した様子であった。何かよからぬ企みでなければよい。まあいいじゃねえか、どっちにしとって追っ払ったんだからよ。そなたたちを頼ったわしの目に狂いはなかった。劉備殿、この老いぼれの頼みをもう一つ聞いてはくださらぬか。どうかその救国の志を持って助手の主となっていただきたい。刀剣殿、そのような大役、
とても私のような鬼祭には。助手は守られましたが、多くの民が犠牲に。私たちがもっと早く動いていれば。劉備殿、これはわしだけのためではない。その助手の民のためでもある。この地を外敵から守り、民を思った内政を行う。それを正しく行える者は多くないのだ。劉備殿、そなたにはそれができる。どうか引き受けてほしい。兄者、刀剣殿がこれほど頼んでおられるのです。引き受けてはいかがか。そうだ、兄者ならやれるぜ。刀剣殿、若輩ながらこの劉玄徳、助手僕の任お受けいたそう。ありがたい。これでこの地も末永く繁栄しよう。わしの胸に仕えていたものも全てなくなった。劉備殿、あとは頼みましたぞ。呂布殿、陳宮殿、ようこそおいでくださった。どうかこの助手を自らの家と、私を家族と思い、お過ごしくだされ。おお、劉備殿、なんとなんと温かいお言葉か。ここはお言葉に甘えさせていただきますぞ。ささ、呂布殿。何がお言葉に甘えるだ。ここに来たのだっててめえの撒いた種だろうが。留守を狙って遠州をかっさらったら、早々に逆襲されて追い出されたんじゃねえか。兄者、果たして呂布に留め置くだけの芯がありましょうや。わからぬ。だが彼らは今寄る地もなく窮している。ならば手を差し伸べてやらねば。それが我が志なのだから。承知。ならば我らはそれを全力で支えるまで。誰でも彼でも助けりゃいいってもんじゃねえと思うがな。ま、兄者がやるってんなら俺はそれに従うぜ。劉備殿、炎術が出兵の準備を進めているとのこと。おそらくこの助手へと攻め込むつもりなのでしょう。なんと炎術殿が。近頃の炎術殿は領土拡大に終身の様子。おそらく炎州の曹操よりはこちらが攻めやすいと考えたのでしょう。上等じゃねえか。俺らを甘く見たことを後悔させてやるぜ。いや、欲得。お前は呂布殿と共に留守を頼む。敵は私と雲長で迎え撃つ。ちょっと待ってくれよ。何言ってるんだ兄ちゃん。俺も一緒に。三人揃って助手を離れることはできぬ。火急の事態が起きた時に客人である呂布殿に迷惑がかかる。そうなっては申し訳ない。故に誰か残っていなければならんのだ。留守も大事な責務。ともすれば遠州より曹操が攻め来るやもしれぬ。だが欲得の部さえあればいかなる敵も打ち払えるという兄者のご判断だ。それはそうだけどよ、なんで俺が呂布なんかと。劉備殿、こちらの心配は何もいりませぬ。留守のことはお任せあれ。我らでしっかりと助手を守りますぞ。うん、すまぬが陳宮殿、よろしく頼む。よくとく、助手は任せたぞ。私や雲長がいないからといってあまり羽目を外すなよ。劉備殿、一大事にございます。可否城より知らせが参りました。
呂布が我らを裏切り城内を掌握、さらに劉備殿を討つべく軍を差し向けたとのことです。何だと？何じゃ。欲得、どうしたというのだ。どうもこうもねえ、呂布の野郎、俺がちょっと目を離した隙にいきなり攻撃してきやがった。欲得がいながら襲ってくるとは、なんと大胆なことを。欲得、いささか匂うぞ。もしやお主。ちょっとだけだぜ。誰かの差し入れだとか言って酒が来たからよ。大方酔ってうたた寝でもしていたのであろう。兄者が羽目を外すなと釘を刺したではないか。すまねえ。もうよい運長、過ぎたことを責めても仕方あるまい。兄者、こうしてはおれません。急ぎ城へ戻らねば。ああそうだな、徐州は刀剣殿から預かった大切な国だ。呂布に渡すわけにはいかぬ。軍の勢いの前に我らはなすすべもありませんでした。皆様に合わせる顔がありません。美塾殿、ご無事で何より。今は窮地を脱することを第一としましょうぞ。劉備、今さら帰ってきても遅い。この城は徐州はすでに俺のものだ。呂布てめえ、兄者から受けた恩をあだで返しやがって。ふん、悪いのはお前たちだ。弱い奴が国を治めるか、剣術なんぞに攻め込まれる。国の長は強くなければならん。だから俺がこの国を治める。そしていずれ剣術や曹操を倒し、俺が最強だと天下に示してやる。己が武を誇示せんがため、兄者の思いや志を踏みにじるとは許せぬ。上等だ。最強だとか抜かすてめえの鼻っ柱、ここでへじ折ってやる。お二方、ここは抑えてくだされ。すでに城内は呂布軍が掌握、外も包囲されています。ここで呂布と戦うのは万有というもの。呂布殿、我らは武器を収める。それをもって降伏の意図させてもらいたい。何じゃ。よくとけ、お前の気持ちはわかる。だが私はこれ以上徐州での戦乱を長引かせたくないんだ。戦が続けば民たちはそれだけ困窮することになる。刀剣殿との約束を果たすためにそれだけは避けなければならない。承知いたした。良いな、よくとく。くそ、結局居候に逆戻りか。しかも呂布のもとでよ。民のために戦ってたはずが、気がつけば呂布のためになってやがった。兄者のやりたいのはこんなことじゃねえだろ。欲得、よさぬか。お主にも一片の責任はあるのだぞ。よいのだ運長、欲得の言う通りだ。目の前の者を救いたい、そう思って呂布を迎え入れたんだ。結果として徐州にいらぬ戦乱を招いてしまった。私はどこで間違いを起こしてしまったのだ。劉備殿、呂布が可否より出撃したとの知らせがありました。まっすぐこちらへ向かっているとのこと。狙いは劉備殿でしょう。本性を表しやがったな。俺が今度こそぶっ潰してやる。待て、可否から勝敗へ移る際、我らは多くの兵を取り上げられている。少ない手勢で呂布軍とまともに当たっても勝ち目はあるまい。じゃあどうすりゃいいってんだ。このままここで黙ってろっていうのかよ。
劉備様、巨匠より急報です。巨匠、曹操からだと。どのような内容だ。はっ、勝敗から巨匠へと移られれば劉備様を保護するとのことです。はっ、そんなもん誰が信用するか。奴はこの徐州へ攻めてきた奴だぜ。罠に決まってる。放っておこうぜ兄者。急ぎ伝えてくれ。今より我ら巨匠へ向かうと。はっ。おい、正気か兄者。雲長の言う通り、今の我らに勝ち目は薄い。この窮地を生き延びるには曹操の申し出を信じるしかないのだ。承知いたした。ならば我が刃にて兄者の結露を開きましょうぞ。兄者が信じるっていうなら俺はそれに従うだけだ。巨匠まで一気にかけるぜ。園長、よくとく。一緒にとどまれぬ私の不甲斐なさを許してほしい。だがここで果てるわけにはいかん。私にはまだなさねばならぬことがあるのだ。兄者に対する不義、その責めは負ってもらおう。不義、裏切り。いえいえ、我らは助手のために立ったのです。あなた方は緑殿が助手を治めていることを快く思わなかった。ゆえに変な気を起こされる前にこちらが行動を起こしたまで。おとなしくこの地より去っていただきましょう。巨匠へようこそ。私からの伝言はちゃんと伝わったようだね。あなたは。ああ、失礼。私は各方向曹操殿の軍師を務めている。で、何の企みがあって俺らをここへ呼んだ。計算高い曹操殿のこと。ただ呂布の手から我らを救っただけとは思えぬ。疑り深いね。そう警戒せずとも大丈夫だよ。まずは戦の疲れを癒すといい。夜は盛大に歓迎の宴でも開こうか。ああ、その前に劉備殿には曹操殿のもとへ行ってほしいな。首を長くしてあなたをお待ちだから。どうやら二人きりで話したいことがあるそうだよ。曹操殿が私を。曹操殿、なぜこうも私を愚してくれるのだ。一度は敵として戦った私を。わしは刀剣と戦ったのだ。お主に遺恨はない。敵する者を皆斬っていては天下に人はいなくなる。才ある者ならばなお惜しい。だがお主がわしと同じく英雄たる者ならば、そうは言って俺にやもしれんな。失礼した。しかし英雄などと、私はこの通り雷にも驚くような男なのだ。劉備よ、お互い己が目指すところを全うしたいものよな。曹操は気味が悪いくらい俺らをもてなしやがる。何企んでやがるんだ。わからん。呂布を共に討つためなのかと思ったのだが、そうではない様子。で、これからどうするよ。
兄者が奴の臣下になるってんなら俺はそれに従うぜ。いや、今は庇護に甘えているが、このままでいるつもりはない。曹操殿は私を警戒している様子。遠くない未来、相入れぬ敵とみなし我らを攻撃してくるかもしれぬ。今は甘い顔してるが、取り込めないと分かれば潰すってわけか。けっ、曹操の考えそうなこった。そうとなればできるだけ早く次の一手を考えねばなりますまい。次か。そうだな。だが今しばらくはここで世の情勢を見たいと思う。私の取るべき手、それを見極めるために。曹操は長安より救い出した帝を自らの本拠巨匠へと迎え入れた。歴史ある漢王朝の帝をいただくことで大義を得る。一方、二大派閥の一派袁術は徐々に劣勢に追いやられていた。彼は焦りのあまりとんでもない暴挙に出る。亡き孫権より奪った玉璽を手に帝を占勝。自分こそが正当な統治者だとして諸侯に臣従を呼びかけた。だがそれは袁紹に袁術を討つ口実を与えることになる。袁紹は袁術を逆賊となじり討伐に向けて動き始めた。ここへ来てからずっと世を見続けてきた。今大陸は袁紹殿、袁術殿に二分されている。しかし勢いで言えば曹操殿が軍を抜いている。今はまだ袁紹殿と同調しているが、いずれは自分の道を歩むであろう。で、兄者はその道に乗るのか。確かに曹操殿は曹操殿なりに国を治めるべく動いている。だがその過程や結末は果たして安寧なものだろうか。徐州での振る舞いを考えれば少なくとも過程は安寧ではありますまい。己にそぐわぬ者は敵、兄者とは相入れぬ道でしょうな。だったら決まりだぜ。さっさとこんなところ出て袁紹のところにでも行きゃいいんだ。それはいささか不義というもの。我らは窮地に手を差し伸べてもらったのだ。ならば立ち去る前に相応の返礼をするべきであろう。雲長の言う通りだ。いかに過去の遺恨があるとはいえ、今は我らは触覚。まずは礼を尽くさねば。ここを出るか否かを決めるのはその後だ。劉備、徐州の呂布を討つ時が来た。お主たちにも同道してもらおう。曹操殿、私は居候をさせていただいている恩を返さなくてはならないと常々思っております。ですが私はかつて徐州を治めていた身、そこを再び戦乱の渦に陥れることは。悩むのは自由だが、奴を野放しにしておけば乱世は終わらぬぞ。わしは周囲がどう思うと乱世終結のために奴を討つ。そしてそのために使えるものを使うのみよ。外に出るか。バカ、外に出るか。敵の位置が
高いところ行け。ダメだ、僕が持たねえ。急げ。俺より弱い男に負けるとはな。それが軍略というものだ、ユフリ。部に任せ、暴れるだけのお前とはわしには勝てない。ならばお前が言うその軍略と俺の部が合わさればどうだ。ほう、我が軍門に下る気があるか。そうそう、呂布の本性は獣、その分惜しみ惑われませんよ。うわ、己劉備。さらばだ劉備よ、最強の部を誇りながらこの可否に果てるがいい。乱世の猛獣は去った。劉備、徐州は再びお主に任せる。民を戦に巻き込み、多くの血を流して、私は徐州に戻ってきた。呂布を除かねば乱世は終わらぬという曹操殿の考えは正しいだろう。だが血を流さぬ道はなかったのだろうか。曹操殿は目的を果たすため最短の道を行く男。乱世を終わらせるためにはいかなる犠牲も厭わぬのでしょう。兄者とはまるで違う野郎だな。ま、その曹操から離れて徐州に戻れたのは良かったじゃねえか。ここを曹操も羨むような立派な国にしてやろうぜ、兄者。うん、まずは幾度の戦乱で荒れた徐州を立て直すことが先決だ。文長、翼徳、共にこの地を再び豊かな地にしよう。